楽天、逆転負けでスイープならず。おわた、フォーク投げれなかったね。いや、さすがに3立ては無理か。純粋に境の状態が良くなかった。中継ぎが薄かったのがあかん。ノリさんはもう休め。太田の構えたとこに投げてるんだけどね。最後の最後でまくられたか。まあ今日はこれで負けか。もう気楽に行こう。しゃあないやんけ。境にさ、何試合も勝ち試合見せてもらってるし、こんな日もあるわ。昨日空を無駄遣いしたツケが回ってる。鈴木空レベルの左リリーフもう一人欲しいね。鷹の上位を1点差境で逃げ切るとか綱渡りにも程がある。まあ勝ち越せただけで10分か。マサルすまんな。藤井ワンダーごめんね。よくこらえた藤井。6回に失点は偉い。まあ頑張ったな。調子悪いながら。あんだけボール先行してあんだけファウル打たれて、持ち味のゲッツーも1本もなくて、それで6回に失点だから上出来よな。早川6回1失点、小蛇6回0失点、藤井6回2失点。このカード先発は仕事した。ソフトバンクキラー辰巳さすがやな。猛打賞ですわ。辰巳絶好調やな。すげえわ。ソフトバンク戦はほんまよう打つな辰巳。辰巳、才能開花しすぎだろ。浅村もナイスマルチ。浅村上げてきたな。楽天の中軸が中軸してる。さっきもそうだけど、甘めのコースは打ち損じないようになってきたか。1死2、3塁できっちり犠牲フライ打てる大地さんが素敵。中島くんも良い守備範囲やな。守備がいいっていいね。中島が準レギュラーくらいになってくれたら今年収穫でかすぎる。守備は岡田ががっちり鍛えるから辰巳クラスになれるかもと夢が広がる。中島は好守備で損してばっかやな。頑張れ頑張れ。そりゃ打たれる日もある。